じゃあ理由があったら侵略戦争をしてもいいということですか。侵略戦争はいけません。私はそれ言ってるんです、ええ、ただ理屈はあったんではないんでしょうか。ロシアは自分の領土だと認めてる。国連でも5カ国が参加して賛成してですね、ロシア寄りの国ですよね。事実として国連でも採決はしてるということね。否決されましたよね。ミンスク合意を自分は署名したもんでないから、俺は守らないって言ったのもゼレンスキー大統領ですね。じゃあそれを1回でも破ったら侵略してもいいということですね。侵略ね、その破った以上は侵略する理屈を逆に与えたことになるでしょ。あ、じゃあ破った以上侵略する理屈を与えたらどんなに爆撃されても女性や子供が犠牲になってもいいってことで、いやいや政治家の中で私だけですよ。1人にも2人も停戦だって言ってるのはあなたですね。物言うならば全てをトータルで考えて言ってください。私は一部分だけ取らないで。